8小節4本、いいよ。ビートは1本目、埼玉予選準決勝第1試合、先行青コーナークラッシュ、高校赤コーナー2位よ、いきましょう。 DJ マービー Ready Fight、 いいよ。いつもお世話になってる先輩だ、だけどバトル場でやるのは初めてだな。これが一度目、俺はもう効かねえ歯止め、引いた引き金で打つとどめ。音の中で何を吐き出すか、俺はあんたにリスペクトはもちろんある。だけども俺はバトル上負けたくねえって気持ちが先行、だから今日は上行くぜ、yeah. Let's go! 騒がせてやつらがいるぜ、愛してる仲間が埼玉にいるぜ。撃ち抜く銃弾が軽すぎて雨、そんなもんでリアルとか勝たんじゃねえよ。だから俺はここにいる、ここに来たし俺はいつもここにいる。お前のそこにいるいい人だけじゃねえ、悪魔王子の鳴り響く風、yeah. 悪魔王子、俺にデビルはいねえ、ただ行けたホーミーとフレンズがいるぜ。だからこそ俺は総中、まるで重厚、あんたは装飾かもしんねえけど俺は肉食獣のピストル獣、つまり俺はジャパニーズだったら刀も使うかもな。だから刃渡りはこんな感覚、刀っていうのフェイスフェイスだからだ、yeah. 肉食獣なら刀とかガンとか道具使ってんじゃねえよ。カス、俺は装飾系だから道具、ウェポンは数々使って高みに登る、それができるぜいつでも。おい肉食系ならかじりついてこいよ、もっとやれるはず。骨を断つまでやっても鼻面ぶん殴って終わらせ、鼻面はっぱらてくれよ。俺は鼻も伸びえ、スキルだけ伸びてるぜ。だからこそ俺は何言われたってインデカツ、てか比喩表現とか知ってます？いや俺はそれを伝えてえぜ、ただ直接ストレートだけじゃ音楽じゃねえんだ。俺は比喩表現も使ってあいつの病んだ心を救いてえから音楽してんだ。いや、あいつのこと俺も溺愛するからそう打ち組もうよ敵鉄。俺が比喩表現できてねえって、お前俺のことリスペクトしてんのに曲何も聞いてねえなクソガキ。そういうとこで吐かしてるだけだぜ、ウェポンザ MC でまたぶっ殺す、ガンがあるからな、カンナラスやるぜ、カングラスやつも俺がアイス。えいよ、俺のこと知ってねえじゃねえ、俺はバトルで言ってるからあんたに話してんだぜ。なのにあんたぶち抜くって言ったらピストル銃、男に二言はなしのはずだぜ。だから俺が伝えてる、男に二言はなし、鞘を持った武士の MIC、 俺にもうそういう止めることはねえ、止めることはできねえ俺のペース、yeah. Yeah. 俺ぐらいの男になるとな、男は二言吐かねえっていうのが甘えって思っちまうんだよ。そういうこともわかんねえクソガキが俺にとって、俺に向かって偉そうなこと言うなよ。そういうところでやってる、どんだけ俺がでかい存在か知ってる？比喩表現よりも俺のこと知れよ、その方がラップ上手くなんじゃねえのクソ B-Boy、 くれ。ほう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 、どちらか一方決めてくださいね。これは埼玉っぽいな、ぶち上がります。先行青コーナークラッシュ、高校赤コーナーニーニョ、まずはニーニョ、陪審レディジャッジ、赤勝者ニーニョ。最初の決勝進出者はニーニョ。